インテック本社前停留場は、富山県富山市牛島新町にある、富山地方鉄道富山高線の停留場である。駅番号は C27。富山高線の富山ライトレールへの経営管に、当たっては、当初より複数の新駅を設置することが計画されていたが、富山市と富山ライトレールは2004年6月11日に、富山市と富山ライトレールは、 富山市牛島新町付近に停留場を新設する方針を固め、その旨を国土交通省へ申請し、2005年2月18日にその認可を受けたので、2006年4月29日の富山ライトレールと山高線の開業とともに、東停留場が新設された。東停留場を含む新駅等の開業によりそれまで、 富山高線の駅間距離は平均888メートルであったが、富山ライトレールへの移管開業後は546メートルとなり、土井市販はこれを利用者が駅に一層アクセスしやすくなる施策と評価している。富山市は平用軌道区間であって、交通量が多く、ダイヤが乱れる要因となっている東庭流上奥だ。中学校前駅間の一部伏線化や、 同区間における永楽町停留場の新設を決定し、国土交通省はこれらの事業を2015年12月7日付をもって認定し、富山市等に対してその特許を与えている。永楽町停留場の新設は2021年3月21日に実現している。相対式ホーム2面1線を有する停留場である。ホームは低床ホームとなっており、 旅客和や等の設備が設けられている。富山ライトレールと山高線の各駅及び各停留場においては、各電停の旅客和や壁面を個性化壁と称して駅及び停留場周辺の文化や歴史を伝える衣装を施しているが、等停留場においては、上野博之がデザインを手掛け、普眼運河甘水公園がモチーフとなったイメージグラフィックが掲出されている。 当停流上における個性化壁の共産企業は富山第一銀行である。近年の1日平均上降人員は以下の通り、ありがとうございます。